平織りクガメは、陸ガメかクモノスガメ属に分類されるカメ。マダガスカル西部固有種最大高長13.7センチメートルとクモノスガメ属最小種。背校はやや扁平で、上から見ると細長い。通常、高甲,甲板はない。後部円甲板は、ノコギリ状に尖る。C 寒板やアバラ寒板の色彩は黒く、明褐色や黄色の放射状の反紋が入り、 大型個体では、乾板の円も泡褐色になる。円乾板の色彩は黒く、1から2条の明褐色や黄色の筋模様が入る。復興版と胸乾板との間に、蝶つ害が,がない。復興の色彩は黄色で、暗褐色の反紋や放射状の反紋が入る。頭部の色彩は黒に黄色い反転が入るが、個体による変異が大きい。 上顎及び下顎にある角質の鞘は黄色。獅子の色彩は淡褐色。尾は扁平。種商名プラニコダは平太斧のいで和名と同義。以前は復興に調子害を持たないことなどから本種のみで平折クガメ属アシニックススを形成していたが、近年ではクモノスガメに最も禁煙としてクモノスガメ属に含める説が有力。乾燥した。 落葉紅葉樹林に生息する。雨季や降雨の直後に活発に活動し、寒気になると落ち葉や倒木の下などで休眠する。植生は植物食で植物の葉、若枝、果実等を食べる。繁殖形態は卵生。一回に一個の卵を年に数回産む。開発による生息地の破壊やペット用の乱獲等により生息数は激減している。 2000年に数百頭が正規輸出された。2002年にワシントン条約付属書 I に掲載された。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されていた。ワシントン条約付属書 I に掲載されたため、現在は商業目的での国際取引は禁止されている。ありがとうございます。